はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこんな感じですね。うわー、ディンチュラうぜえ、ディンチュラうぜえぞ。どうしようかなこれ。ディンチュラがうぜえ、それしか言う言葉がない。まあ、ナットレイから入ろうか。ナットレイから入ってドヒドイで出してヨナラゴンごまかしつつ、ナットドヒドイでいこう。出すとアーマーがきついんで、ピカチュウかリザードも必要だな。これどっちだ、リザードンの方がいいか。さすがにバンギに対してはどっちも、まあでも巨大バンライでワンチャン取りに行けるっていうのはあるけど、まあでもこれでいいか。はいはい、対戦よろしくお願いします。ちょっとな、ピカチュウの信頼度がリザードンほどないわ。確かに最近凄まじい活躍してるんだけど、ピカチュウかリザードンが悩んだ時に絶対リザードンになっちゃうな、このままだと。もうさ、良くないのかもしれない。まあ、有利対面だけど、これ。有利対面なんですけど、トリックとかされる可能性もあるんで、まあ、いや、ドリギですね、とりあえずは。トリックしてきそうだけどな、ここ。トリック一点読みでロトムはね、ちょっとボルトチェンジとかの可能性もあるんで、あんまやりたくないですよね、トリックが。これだったらドヒドイだったんだけど、まあ、でもいいでしょう。残飯じゃなくて、タスキだからね。奪われたわ。メガネか。タスキ、はい。おいおい、まあ、ドリギの種でいいや。メガネってことは HC か CS ブッパー。まあどっちかだよね、多分。耐久にガッツリってのはないはずですね。メガネはね、むしろくれた方がありがたいっていうか、ドヒドイデが勝てるようになるんで、ロトムに。メガネ悪巧みってのはあんまいないしね。まあ今回はガッツリしたをした受けパじゃないけど、完全なる受けるを使った時は、メガネロトムがトリックしてくれるのが一番ありがたかったんですよね。まあスカーフもそうなんだけど。メガネを持ってるイコール悪巧みが、まあ、ほぼありえない。絶対とは言わないけど、ほぼありえなくて、メガネがなくなることによってパワーが足んなくなるから、ロトムとかタラプガーではめれたんだよな。バンギ出す、はい。これダイマックスするか悩ましいとこだな。いや、ドリギの種、はい、ここは当たると。まあ、こいつさえ消耗させればリザードンが通りそうだからな。ロトムも。パワーなくなってるから、大ソーラーとかで倒せんだろ。ダイマックスして、ダイスチールの切り返しも考えたけど、まあやんなくていいでしょうね。ドヒドイデに引こう。一回回れるぐらいやったらなんとかなると思いたいんで。思いたいというか、多分なんとかなる気がするのでね。ヤドリギ入ってるのがまあまあ美味しいな。って言ってもやっぱ、リューマイきついな、でも。なんだかんだで。なんとかなるような気がするとは言っても。なんとかなんないかもしれないからな。ダイマックスをうまくナットレイとドキドイでくるくる回して稼げるんだったらいいんだけどね。で、ここで人で、ケタグリ、おっと一番安いやつ来ましたね。ケタグリか。全然構わんわ。ここ、ドクドクでいいだろうな。ドクドク無効にできるのは、アーマーガーだけし、アーマーガー来たらネット押せばいいだけなんで。で、バンギアスはドリギが入ってる以上、身代わりは、かなり押しづらいタイミングで、ロトムがラムを持ってる可能性はもうなくなっているということで、ドクドクでいいな。バンギがラムの可能性だけど、別にそこはいいからね。2回ドクドク押せばいいだけなんで。引いてきた、ロトムかな。あー、なるほどね。ドクドクと、まあ、毒タイプのドクドク命中率 100% はこれはやっぱねいいですよね。これランクバトルというなんか何回も試合を生きなきゃいけない状況においてすげえ安心して押せるわこの技。どうしようかな。ここボルトチェンジをしてくる可能性がまあまああるけど、まあトーチカでいいか。ここ守り毒だよな。悪巧みはほぼありえないんだから、それされたらナットレに引けばいいだけですしね。まあ、その前でも大アークとかあるんだけど、どっちにしても素早さを上げる術はないから、どんなに頑張られてもリザードンがストッパーになれるんでこいつは、まあ問題ないでしょう。ここはナットレイ交換もあり得る場面だからね、ボルトチェンジを押してくる可能性もありありのありだけど、どうだろうな。技が10万ボルチェンが確定だよね。で多分イドンプはあるメガネだし、あと1個が悪技か、まあそれかあるいは10万放電あたりだよな。メガネは結構ね、放電も採用したくなりますよね。で、トーチか。
10万、10万の方か。ここ独独をしましょうか。いや、自己再生でいいな、ここ。独独は、ボルトチェンジ一点読みの行動になっちゃうからな。10万押してくる可能性もあるし、自己再生でいいな。どっちにしろ、HP が多分今とほぼ変わんない状態になるから。ボルトチェンジ、そう、これ一点目だったら独独でもよかったんだよね。まあ、ただ、再生でも、結局 HP 満タンに回復するだけなんで。あんま関係ないというね。メガネがないとね、結局パワーが足んなくてドキドキ突破できなくなるんですよ、ロトムって。だからメガネロトムはね、こういう受けチームに対してトリックしたい気持ちはすごいわかるんですけど、メガネを多分なくさない方がいい。結局ドキドキ突破できなくなって終わるからな。聞いてもまだ全然勝ちではないんでね。ドクドクでいいかな。まあ今エドリギ入ってないからここは普通に突っ張ってくるかもね。ただ砂がなくなって特防アップの恩恵がないって言っても、あ、アマガか。まあいいよ。バンギーにドキドキ出てんだけどな。ここは熱湯からで、これなんか積んでくるかもしんないからな。挑発とかもありえるっちゃありえるな。鉄壁、あー、それはとりあえずいいや。これはボディープレスもありますし、あんまリザードにすぐ引くよりか焼いてから引きたいですね。とりあえず熱湯連打するわ。あ？ああ、残飯ね。まあ熱湯連打でいいかな。リザードに出してもどうせバンギーが飛んでくるからな。とりあえず熱湯で火傷を引くまではとりあえず熱湯を押し続けよう。ここで嫌なのなんだろう、引いてきた。これ熱湯さ、バンギーでもらって弱点 OK みたいなこと考えてる。ああ、多分それ考えてるな。まあ別にいいや。2回目だから焼けますからね。これ焼ける確率はだいたい5割ぐらい。2回打ったら焼けるからな。それが熱湯っていう技の恐ろしいところよ。ほら、焼けろ。さあ、よーし。2回打ったら焼けますからね。当然だよな。まあ、ドクドクでいらなくなったけどいいや。これで弱点金が無駄になると。まあでもこれは、ね、相手もこのリスク込みで出してきてるんで、仕方ないよね。まあ自分がなんかいい方を引いたからあれだけど。でもこれネット打つって分かって相手引いてきてるからな。ここはまあ、仕方ねえよ。対戦相手の人をネット連打でいいな。相手もう人で突破できないだろ。ダイマックスしてくれ。ナリパン、それはいいや。そんな入んないっしょ。ああ。これもリザードンで全抜き狙えそうな感じだな。急所？ああ、急所か。まあ、あんま関係ないっすね。結局、ここで急所引こうが引く前か、ドヒロイで引くつもりなんで。まあ、バンギアスとか生き残るターンがちょっと伸びたかもしれないけど、結局もうリザードンの技を耐える HP まではいかないから、あんまり関係ないっすね、急所は。ここはナットレイ読みの技を押してくるかもしれないけど、こっちは別にされて もうリザードンで全抜きする体勢ができてるから。雷パンチ、はい。こっからは、ああ、死んじゃったか。まあいいや。アーマーガー来たら、ヤドリギからでいいかな。アーマーガーだったらね。挑発をしてきたらそこから引けばいいし、鉄壁だった時はドリギの方が美味しいんで、ここはヤドリギ、いや、はたきでいいか。残飯がちょっと鬱陶しいもんな。いや、ヤドリギでいいや、やっぱり。裏のポケモン全部倒そうと思ったら、こいつが鉄壁積みまくるしかないはず。ブレイブバード、いきなり殴ってきた。全然効かんだろ、それ。うん。鉄壁、多分ボディープレスはあるから、羽休めがもしかしたらないかもか。羽休めってあんまり聞いたくないけど、残飯で一応回復する手段があるから、鉄壁、ボディプレイが多分あって、ブレイブワード、あと1個が羽休めか挑発かみたいなとこだよね。残飯がちょっとうざいんで、はたきましょうか、ちょっとここは。いや、はたけねえわ。はたけません。トリックされてました。ハメション押してみようぜ。まあな。気づいたからセーフ、これは。で、これドヒドイドに引きましょうか。リザードまだ見せる必要はない。ブレイブバード食らうと美味しくないしね。
大ジェットとか食らったらワンチャン殺されちゃうし、2回殴られて。ドヒロイでお茶を濁すのが一番だ、ブレイブバード。はい、持ってる入ったな、持ってる入ったって。でも大したダメージじゃないんだけど、でここなんですけど、再生をする意味があんまないような気がしてんだよな。あんまないというか、挑発がまだあるかどうか、なさそうだけどね、ナットレに対して打ってきてないからなさそうなんだけど、ヤドリギとヘドロで回復していけるから、あんまり必死こいて再生する意味もないんですよね。まあ、だったらワンチャンやけどが狙える熱湯の方がいいという考え。引いてきた、いいぞ、頑張りたまえよ。やっぱこのリザード入りの受けループいいな。リザードが一滴潰してから受け回すのもありだけど、受け回してから消耗した相手のポケモンたちをリザードが一掃するって立ち回りもできて結構いいっすね。ナットレが今回まあ受けポケというよりかは起点作り用のポケモンなんですけど、それでもまあ一応受けの要因として使えるからな。耐性がすごい優れてるんで、これはかなりいいわ。しっくりきてる、最近の中では一番。あのネズミも含めて結構今回のチームしっくりきてんな。ここ最近の対戦成績もなかなかいい感じですしね。でここでナットレーに交換して、で畑連打でもいいけど、ヤドリギでも畑でもぶっちゃけどっちでもいいな。ボルトチェンジを押してきたら叩いてもいいか。10万、あそれはいいや。こいつは挑発持ってないんで、ヤドリギの種でいいですね。と言っても畑でいいか、畑でいいな。引いてきた、残飯でちまちま回復されるのも鬱陶しいから叩いちゃおう。もうはい、これで回復ソースをまず1個奪うと。ヤドリギでもよかったんだけど、これでいいと思う。はい、結構入りましたね。ドヒドイデに交換して、ドヒドイデはいつの間にか HP が満タンになっていると。まあ、これが再生力の強さですね。はい、羽休め、羽は持ってたってことは技はほぼ割れましたかね。ボディプレってまだ見てなかったよな。見てたっけ。いや、ブレイブバード鉄壁は見てて、羽休めだから多分ボディプレなんだけど、まだ全部は見てないな。ボディプレスってことが確定したらもう挑発がないからやりたい放題なんだけど、羽休め。まあ、いくら羽を休めても構わんよ。ポケモンの数でこっちが勝ってるからな。長引けば長引くほどこっちが有利になる。好きなだけ休みたまえよ。急所あんま関係ないです。いっぱい急所行くけど、どっちの急所も全然関係ねえわ。焼けてないしな、まあ、バンギ一発で焼いたから。一発っても2回目だけど、殴ったのは2回目だけど。まあまあが頑張りたまえよ。 TOD してくれるなら別にいいぞ、それはそれで。私は一向に構わん。ここで長考してますね。まあ、ドヒロイデをなんとか削らなきゃ相手勝てないからな。ロトムに交換したとこであの HP で毒毒込みで熱湯を耐えられるのかどうかみたいな計算をしてるんですかね。わかんねえわ。しかしこういうなんかもう何をやっても勝てるバトルはすげえ心に余裕があっていいわ。ブレイブバード、やけくそか。もう急所でもなんでもドヒロイデ突破しなきゃ仕方ないからな相手。急所でも全然入っ半分いくぐらいちょうど。まあ、こっちもダメージ全然取ってないけどね。相手ちょっとこれ、特防が硬い気がするから。で、防御が、柔らかい気がしたから、さっきの畑のダメージ的に。もしかしたら HD の残飯持ちなのかもしんないっすね。まあ、ここリザードに引く意味も特にないんだよな。自己再生で。出したら降参してくれそうってのがあるんだけど、事故をなくせみたいなリザード残しておいた方がいいんで。これも何にも動かなかったらこっちが勝ちなんですよ。だけど、リザードン出すと、一応だけど、負け筋を作るかもしんないからな。焼けてるから大丈夫だと思うけど、まあ仮に大ジェット急所とかでリザードンが飛んで、で、数の不利を取ると、もしかしたら負けるかもしんないからね。ロットムの技も確か全部は割れてないはず。水技があるかどうかって見えてないよね。10万、ボルチェーン、トリックですよね。だから眠るがあった時に向こうのチームのポケモン削れなくて負ける可能性が出てくるから、ここはリザードン出したいんだけど、
出したいんですけど、出す方が負ける確率が上がるんでやりません。徹底的にやるわ。まあ、それでも負ける確率ってほとんどないと思うんですけどね。だけど、まあ、より安全な方でいこうという考えです。いきます。ネットで。降参してくれ、もう。降参しようぜ。これもしかして相手、うんち言ってます？スーパーちょっと待って、これ、もしかしたらこれうんち言ってるかな、相手。なんか、ブレイブバードしか打ってなくね、さっきから。わかんねえ。作戦があってブレイブバードかもしんないんだけど、なんかちょうど1分ぐらい考えてからブレイブバード押してないか。お腹壊しちゃったかな、ちょっと。その可能性大いにありえますね。これ長期戦でお腹を壊して、うんちに行ってしまったパターン、あるかもしんない。まあこれでも攻めらんねえわ、生理現象だからな。だってこれブレイブバード押す意味ってあんまないよな。そろそろ跳ねしなきゃやばい HP じゃない。でもわかんねえ、これうんち言ってるふりかもしんないからな。うんち言ってるふりして俺が油断したところになんか強力な一撃を叩き込んでくるとかなのかもしんないから、ちょっと油断できねえわ。カウントするかこっから。相手だって時間全然なくね。だから次の相手のターンに残り時間が19秒とかになってたら、それはもううんちですね。うんち勝ち。いやでもこれ間違いなく放置だろ。どんだけうんち言ってんだ相手。まあいいや。しゃあない、しゃあない。まあ放置かどうかわかんない、ね。寝落ちとかもあるからな。マジな話で。結構ポケバトルずーっとやってるとね、眠くなっちゃう人とかいるみたいですしね。まあ、寝落ちかうんちかガチの放置かのどれかだな。あと一個なんかあるか。あとあれか、お母さんに呼ばれたパターンだな。もうご飯食べなさいって。さあどうだ、ブレイブバード。これはお母さんに呼ばれてますね。ちげえ、選択時間45秒だから1分19じゃねえわ。だいたいわかるよ、見たら。これ死ぬか、そもそも。死んで、はい。時間が多分あとね、何十秒かなってるんですよ。40秒ぐらいか。え、見えないわ、相手の時間。そうか、これ相手ポケモン出す時間があるからな。でも多分この選択時間で相手の持つ時間なくなるんじゃない？だって2ターンフルに考えたら1分半だよね。相手だって残り1分19秒しかなかったから、これフルに使ったら勝ちだな。時間切れ勝ちってでも初めてかも。俺これ新手の TOD だな。この TOD ちょっと臭いぞ、ちょっと。うんこ臭えわ。あと3分。多分あと3分もする前に決着ついちゃいますけどね。まあ、こういう対戦もちょっと動画にしとくかな。うんこレート。うんこランクバトルか。クソランクバトルということで。だって時間ないよな。やっぱそうだよね。対戦ありがとうございました。いや、臭いバトルだったな。